こんにちは、三兄弟二郎です。今日は、木付け師の依頼を受けてきました。こちらの方が、この車のオーナーということで、今日はよろしくお願いします。よろしくお願いしますということで、この車の傷がどこにあるかと言いますと、ね、ここに見えますか、このここね、ここに薄い傷が一つで、こっちにあるんですよね。はい。ここに一つあります。ここに、薄い傷ですけど、結構目立つ傷になってます。ちょっと見えづらいかな。ね、ここにあります。で、もう一箇所、この中の方に、ここに白い傷があります。この3箇所を、速攻で消していきたいと思います。では、とりあえず、ではまずここの薄い傷からやっていきます。この液体コンパウンド9800番でやっていきますね。この薄い傷はもうすぐ消えましたね。もうちょっとだけ磨いておきますか、念のために。よし、このように切れてますね。消えてますね。切れてます。ちょっとオーナーの方に見てみますか。見てもらえますか。どう？ない。消えてる。ということで、これは確かね、コーティングすりゃの、はい、ということで、じゃあ次の傷に行きます。ではこの2つ目の傷を消していきます。あら、なんか見えるかな。今日は天気が良すぎてちょっと見えづらいかなと思うんですけど、よし。
消えましたね。よし、まだちょっとうっすらと見えるのでもうちょっと磨いていきますかね。よし、OK。おお、ちょっとオーナーの方にちょっと見てもらえますか。どうですか。ない。傷がなくなりました。すげえ。じゃあ次のところ行きますか。では最後の一箇所、この傷を取っていきます。よし。ちょっとつけすぎだから。液体コンパウンド。よし、どうでしょうね。ほら、ここは意外にね、早く取れたんじゃないですかね。よし、もう跡形もなくなくなりましたね。ほら、こんな感じです。ちょっとオーナーの方に見てもらえますか。すいません。すいません。どうですか。もう消えてる。消えてるという判定をいただきました。ええ。消えたと思ってた。ええ。ということで、今日の、傷消しの依頼は、大成功ということで、はい。それでは今日は撮影の協力ありがとうございました。ありがとうございました。声がちっちゃい。では、また。